広崎商店協会外部広崎商店協会内部日本聖公会広崎商店協会協会堂は九百二十年に日本聖公会広崎商店協会の協会堂として青森県広崎市に建設された建物九百九十三年県庁法に指定された九百二十年に建設された東京街道はイギリス済みの赤レンガが特徴的な建物で 正面耳寄りには、消灯が配置され、外壁に控え壁を設けたゴシック建築である。内部は、チューダーアーチを描く針とトラスの衣装や、白壁と柱、垂る木、トラス、片杖の濃い茶との色彩のコントラストが印象的である。明治時代に、アメリカ夫人宣教師が持ち込んだと言われる、アメリカ商人ガー社1882年から1883年生の、 リードオルガンが現役で使用されている。礼拝堂とナルティクスがふすまで仕切られているところが、日本の教会堂ならではと言える。東京会は、1896年に、青森聖アンデレ教会の主催だったチャペル氏が、時々来広し、民家を講義所として伝道が開始され、1898年に、メイドレー氏が主催として常駐することとなり、1900年に、 ディムリック氏の元現在地に教会堂が建設された。現在の教会堂は当時の司祭であったニコルス氏のもとで改築され、設計は立教大学校校長を退任し、建築家として日本各地の聖光海教会道を設計していたアメリカ人建築家、ジェームズ・ガーディナーが手掛け、思考は本人もクリスチャンだった林緑と言われている。ありがとうございます。